おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ってことでですね、皆さん来ましたね、クォーターアニバーサリー。そして戦術得意度レベル10、レアルマドリッドの新監督、いや激アツも激アツですけれども、本日はこちら水曜日の激アツクォーターアニバアップで解説させていただきたいと思います。よろしくお願いします。いやお前なんでこんな大切な日に動画上げるのがこんな遅いのっていう声が聞こえてきそうですが、社会人とはそういうものです。はい、すいません。ってことでですね、気を取り直して早速やっていきましょう。ちょっと細かいところ来ているんですが、本当にね細かいところ簡単にさっと流して、もうねこの本番、いや嬉しいね、レアルマドリッド来ましたね、こちらさっそと見ていきましょう。ってことでまずはですね、こちらです。メンテナンス実施ということで 7.1.0 のバージョンアップが来ました。で今回の新しいアップデ内容なんですけど、両サイドレーン特徴っていうものが出てます。トニークロースとかが持ってるね、右サイド左サイドに効果があるレーン特徴ですね。今までセンターレーンはやっぱり効果が及ぶ範囲が広かったんですけど、サイドレーンって言ってもウィングとサイドバックの2人ぐらいだったのが、これの特徴のおかげでね、この両サイドレーンだと4枚とかに効果がある特徴になりますから、まあ激アツですね。あとはアクセサリーの所持上限の拡張です。これも地味に嬉しいのと、あともう一個嬉しいのがこのねアクセサリーの絞り込み機能とか、あとはレアリティのソートです。これはね細かいところにねサポートが入ってくれた、そんな嬉しい機能になってます。で本日のこのアップデの内容なんですが、この不具合ね、 SWCC のトーナメント用デッキ登録ボタン、これもですね一時、他の画面に移動するとボタンのテキストがデッキ未登録に戻っちゃうよみたいなエラーあったんですが、修正完了しているとのことです。で来ました、これ予告ですが新リーグ登場です。イタリアリーグ23-24ということでですね、いや楽しみだね。ただこれあくまでも追加予定日時、来週かな、なのでちょっとね本日はスルーしていきましょう。さあそうしたらですね、いやいろいろ来たね、嬉しいですね。見ていきます。さあまずクォーターアニバと言いたいとこですが、その前にこちらです。国際大会シーズンキャンペーン、いや昨日のスペイン対フランス、ラミン・ヤマル大活躍でしたね。あれで16歳は末恐ろしいですが、アルゼンチンもね無事にカナダを破って準決勝、決勝か、進出してますし、かなり盛り上がってるタイミングです。で今回ですね、国際大会シーズン記念したリミテッドマッチの開催ということになります。これ嬉しくない？リミテッドマッチセレブレーションカップということで、7月17日のメンテナンス終了後よりエントリーが開始です。なんでね今週本当にやることないんですが、この激アツも来ているというところでね、楽しみにしてください。今回は星4監督しか使えないよっていう制限になってます。あとは特別ミッションが来ます。こちらもですね7月17日からの、登場になりますので、一旦スルーでも大丈夫です。で、あとはここですね、国際大会シーズンチケットスカウトということで、国際大会シーズンの3種類のスカウトから選択して引くことができるチケットガチャが来ました。おもろすぎます。国際大会シーズンスカウトチケットは期間限定ミッション達成で最大100枚獲得できます。どこから選べるかといいますと、ポルトガル、スペイン、イタリア、ドイツ、ベルギー、オランダ、フランス、アルゼンチン、ブラジル、イングランド、クロアチア、ここから選んで引くことができるとのことです。でチケットも全然ね入手のハードル高くなくて、試合を400試合行えば合計で100枚手に入りますので、なんかね特別あれやらなきゃいけない、これやらなきゃいけないとかじゃなくて、普通にですね期間中にログインして試合するだけです。7月末までではありますが、ぜひぜひね皆さん積極的に試合していただいて100連引いてください。さああとはですねこちらです。移籍特訓の期間がですね7月10日から月末まで、2分の1に短縮されます。月間ボーナスパス購入されている方は4分の1になるとのことです。いや激アツだね、クォーターアニバもですけど、この国際大会シーズンキャンペーン普通に嬉しい。
さあそしたらですね、こちらクォーターアニバ見ていきましょう。まずはなんといってもね、外せません、ログインボーナスです。皆さんすでに 1000GB もらっているかと思いますが、なんと期間合計 3000GB です。嬉しいですね。あとは星5確定スカウトチケットだったり、限界突破の1段階目ももらえちゃいます。これまた嬉しいです。で、ポイントね、押さえておくところは、開催期間まず月末までですよっていうことで、約21日3週間あります。で、用意されているログインボーナス自体は15日分なので、まあ、実際ね、フルでログインしなくてもいいですが、まあ、いつも通り言っておりますけれども、限界突破練習1段階目ね、もらい忘れがないように、もう15日連続で今日からログインしてください。あとはいつも通り GB 増量キャンペーンも来ておりますし、クォーターアニバーサリーのパネルミッションも開幕です。これ結構良くてですね、シート1枚目で星5地形、あとシート2枚目3枚目では黒ビブス白ビブスが手に入ります。さらに以前からアナウンスがありましたが、クォーターアニバーサリー友達招待キャンペーンということで、こちらはね、8月の21日まで、まあ、1ヶ月ちょっと開催期間ありまして、まあ、最大5人まで、1人目で 500GB、 2人目以降はポジション限定の限界突破練習の素材が手に入ります。いやー、もうこれだけでね、結構嬉しいモリモリな内容だなと思いますが、やはりね、メインは皆さんここからですね。監督ガチャと行きたいとこですが、その前にもうちょい細かいとこ続きます。こちらです。クォーターアニバーサリーレジェンドスカウト記念キャンペーンということで、選べるペイ最大1万円分が合計1000名に当たるキャンペーンとのことです。マジかと、これ嬉しい。開催期間ね、1週間です。ちょい短め。参加方法はプロサッカークラブロードトゥーワールドの公式アカウントをフォローして、投稿をリポスト。で、その上でですね、ボタンから抽選結果を確認しろとのことです。1万円分が合計10名に、100円分が合計990名にプレゼントされるとのことで、いや、1万円分10名はめちゃ嬉しいですね。まあ、なんかいろいろレギュレーション書いてあるんですが、ぜひね、興味ある方やってみてください。なんて言ってもタダですからね。ただほど高いものはないと言いますが、もらえるものはもらっておきましょう。はい、抽選ですが。で、あとはですね、こちらです。チャンピオンズロードマッチで選べる監督チケット、ゲットできます。これ今週のイベントだね。歴代の SWCC で優秀な成績を収めたクラブのデッキに挑戦することができるイベントです。なんかついこの間来てたような気がしないでもないけど、まあいいだろう。今回もいつも通り星5選手、スキル用でブルシュとキュラーパという2人が手に入ります。ノーブルシュート、マスキュラーパスを持っているスキル継承におすすめな選手で、今回、手に入る星5限界突破、5回済みの選手たちはカウンターイタリアのベロッティインモビレロカテリボヌッチアバーティになります。このタイミングで始めた方だとか、あとはね、6周年のタイミングで始めてまだそんなにチーム揃ってないよって方は、ぜひね、無料で5回限界突破されているので手に入れてください。こんな感じで初回クリア報酬もいつも通りあります。まあね、この限界突破練習のかけらっていうところもちょっと気合い入れてね、集めたい、そんなイベントになってますね。あとはデイリーミッションもいつも通り来てます。まあ、そんなにね、何か大きなところはないですが、毎日1回、15回までチャンピオンズロードマッチプレイすると、星3以上チケットスカウト、星4以上チケットスカウト手に入ります。チケットスカウトちゃう、スカウトチケットです。はい。であとは期間、1回限定ミッションでボヌッチですね。これまたセンターバック星5の選手です。6人手に入ります。あと無償 GB だったり能力アップ、秘密練習、極秘練習、そして今回のこのカウンターの選手たちを活かせるマチョーニ監督も手に入るとのことです。またね、この無料選手たちは別のね、今週の動画で詳しく、焦点当てて触れていけたらなと思います。さあ、そうしたらですね、最後監督と、選手見ていきましょう。なんといっても戦術得意度レベル10、ベルゴスケ監督の登場です。レアルマドリッド442の監督ですね。まあ、戦術の真髄レベル2だとか、オフェンスバリエーションみたいなところは大きく今までの監督と変わらないんですが、まあ、初のね、レベル10監督ですから、監督のね、まあ、検証の戦術対策指導だとか、そういったもののね、一つ上に抜けてきた、そんな監督です。
そしてそのベルゴスケ監督で活躍するのがこちらのラウール、グティ、ロベルト・カルロスにトニー・クロース、レアル・マドリッドのスーパースターたちが勢ぞろいのクォーターアニバーサリーフェスになります。このガチャの内容自体は明日詳しく解説させていただきますが、なんといってもねフリースキルラウールでしょう。総合値16,800のフリースキルが登場です。スープレイもピチイチということで、ま、もうちょっとなんか欠物も欠物、怪物も怪物みたいな化け物が来ちゃいましたね。あとはねもう一人なんといっても注目はこれね、ユーロで現役を引退してしまったトニー・クロースです。冒頭で少し触れた両サイドレーン特徴っていうものを持ちつつ、かつですね OMF と DMF 両方できちゃう、まあ、センターのポジションだったらね中盤どこでもできちゃうピボーテ、攻守に動けるスーパープレイヤーです。いや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 激アツですね。ということでですね、こんな素晴らしいクォーターアニバーサリーが来ましたので、今週もね気合い入れてサカツク一緒に楽しんでいきましょう。ここまでご視聴誠にありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます、豆腐でした。バイバイ。